エチオピアでボーイングの旅客機が墜落し、乗客乗員157人が死亡した事故で、パイロットが離陸直後に機体のトラブルを報告していたことが新たに分かりました。パイロットreported flight control problems. So he was having difficulties with the flight control of the airplane. So he asked to return back to base.エチオピア航空機はこの直後に交信が途絶えたということです。10日に墜落した機体は4ヶ月前に納入された最新鋭のボーイング737MAX8 です。同型機が去年10月にもインドネシア沖で墜落していて、世界各国で運航を停止する措置が広がっています。墜落現場からはブラックボックスが回収されていて、事故原因の究明に向けてヨーロッパに送られ解析される予定です。一方、これに関連して FAA、アメリカ連邦航空局は、ボーイング 737MAX8 と MAX9 について、アメリカ国内での飛行とアメリカの航空会社による運航を停止させると発表しました。今回の決定はフライトレコーダーやパイロットの交信記録などの調査が続く間は有効だとしています。